どうも、えー、ボビーアトレザーのボビーです、えー。6時になりましたね。えー、ボビーアトレザーのアトリエから、えー、ライブでお届けしております。えー、今日は133回目のおライブ配信となります。ねえー、そうですね、えー、今日は、ね、こう木曜日。ねえー、なんで作品の話でです、ね。タイトルはあ「レザージャケット」。 パロットタイプねえー、これですよこれねえー、これについてですね、えー、お話をおさせていただきたいなと思いますねえー、まあこのパロットタイプねえー、まあ特徴的ですねサイケデリックなっていうかねえー、とても何、えー、て言うんですかなんかこうぶっ飛んでますね だけどですね、えー、このパロットタイプのね原型っていうかこれはですねもう60年代70年代かなの1970、ねうん、19年代初頭か60年代後半、まあ、それぐらいだと思いますけどもあれですよアメリカのですね,、えー、ねロックファッションカルチャーっていうかあーイーストウエストね えというブランドがありましてね、えー、もう本当にもう50年近く前ですよ。で、ねえー、その頃にですね、えー、まあ一世風靡したジャケットのおなんですかもね、えー、それをですね、えー、まあ当時、えー、僕も刺激を受けましてですね、えー、やっぱりこうその時代背景というか、えー、その時に、えー、もう風靡したあーイーストウエストのお そのロック的なっていうかあぶっ飛んだね、えー、世界観とですねそれとおーノースビーチレーザーのおー同じ、ね、70年代のノースビーチレーザーのですね、えー、世界観とねハンドステッチの世界観と融合させてねまあそれで、えー、一着、えー、僕なりに制作させてもらいました、ね、現物はここにありますもう随分ねくたっとなってますけどねこんな感じですね いですねはい、素材はですねえー、素材は馬ですね馬革を使ってますで加えてですね、えー、このファスナーはですね、えー、コンマーっていうですね、えー、60年代かなあ軍物のアーミーのね、えー、軍物のですね、えー ファススナーの,です、ねえー、あのデッドストッドトクをです、ね、使いました、うんまあこれ一着当時なぜ、えー、作ろうかなと思った理由はですねまあそういう,うあのやっぱこう60年代70年代のねそのロックファッションカルチャーに、えー、敬意をっていうこととおまあ えとあとはですねこのまあこの時に当時使ったこのレーザーがですね、えー、レインボーカントリーの三代さんというですね、えー、当時、えー、旧リアルマッコイズねいう,うまああの何、ー、ですかレプリカの軍物とかのリアリティのあるものをね、えー、追求して作られてたあ当時のねメンバーの方なんですけどもね三代さんとこのおね レザーをとですねあとまあ当時えよくね出入りしてた古着屋さんのですねえレインドックスさんかなの中塚さんからですねえこれを譲ってもらってですねあのまあそれをえ一つのジャケットに作ってみたいっていうのがありましてそういう思いでえ当時え作りましたね思い出深いジャケットです。 でこれ,はです、ねえーそれまあ他にもいろいろ話があって、えー、こ,れうちこ,のこの中で、見えるかなこうちょっとサインが書かれてあります。ってて書いてますね えー、ロックバンド TYO、ねうんまあ、当時、えー、これがファーストアルバムが出る時にですね、えー、僕の恩人でもありますうマッド大内さんの、ね、ドラマーの元アンセムですよのロックドラマーの,あのマッド大内さんにねあの羽織ってもらって <laughs> で、まあ、あのファーストアルバムのジャケットにしれちょこちょこっとね映ってるわけですよ。 まあ、あの僕もこう当時いろいろこうねあの夢とかいろんなことをこう考えながらこういうイメージをずっと膨らましてて、えー、松さんにですねいろいろ熱い話を聞いてもらってでちょうど完成した直後にですね真夏ぐらいだったと思うんですけどね当時もう十何年前かなで思いを伝えてですね送って松さんに <laughs> 送って読んで、まあ、羽織ってもらってね。 まあねもうこれもう十何年経ってるんでまあかなりやれてますけどねもう初めて僕が羽織って出かけた日は土砂降りやったんでねあのこのぬめ革の方がねもう,もう雨粒がつきましたけどまあまあ別に今はあ全然あいい感じの雨色で、えー、い,い,かいい感じに育てますけどね。 えー、非常にこれは労力を要した一着ですね。うん、あの今でもね肩紙とかはあるんであのどうしてもパロットを羽織ってみたいボビアトレーザーが作るパロットをね、えー、羽織ってみたいっていう方はですね、えー、<laughs> 気軽に連絡ください。ねえー、オリジナルのね、えー、まあ何ていうんですか素材を使いながらですね、えー、羽織ってもらえればなと思います。まだ当時はまだロゴもそんんななにかったところなんで、えー、このね ダイヤモンドパイソンをですね、えー、よく見たら BAL って書いてますよね、えー、ボビーアトレーザーのロ,ロゴっていうのを全あのできるまでの感じの時代ですねまあそういうまあ歴史僕僕にとってもボビーアトレーザーにとっての歴史ある一着となってますあ、今日もコメントありがとうございますあ白川さんコメントありがとうございます、えー、こんばんは、えー、パロット素晴らしいありがとうございます そのジャケットがボビーさんを知ったきっかけでした。あ、そうですか。ありがとうございますね。あのー、やっぱりそういう縁を人との縁を結びつけてくれた僕にとってはすごいあの大切なあ一着です。はい。あ、徳山さんありがとうございます。こんばんは。お疲れ様です。今日も一日お疲れ様お疲れ様です。<laughs> ね。あ、森本君、こんばんは。あ毎日放送お疲れ様です。 ね、MBS ではありません <laughs> 毎日放送ね毎日放送はね関西やったらね MBS ですもんね, <laughs> ね <laughs> いやーもうほんまに僕は土曜日はね MBS やったらせやねんをね、えー、家にいてたら途中まで見てますけどね, <laughs> ねまあこういうねジャケット ね、今日はあ、ね、作品の話ということで、えー、何,を何から始めようかなと思った時にあやっぱりこうボビーアドレザーというたらあ、ね、ハンドステッチで、えーねえー、60年代70年代のおロックスタイルをお作るということを、ね、コンセプトにしたあレザーブランドということですすねここから僕もお始ままったような気がします、まあ、そんな感じで、えーねえー、配信を、ね、お届けしてまいりましたけどもね。ま,あ、またあの明日は あなん金曜日なんでね、えー、趣味の話、ねえー、ちょっとね、えー、今趣味というたらどうか分からんけどね今年はちょっとこう Vlog の世界もおやってみたいなと思ってまあこれは普段はねもうあの作品撮りで写真を撮ったりしてるんですけども、えー、まああのこ,こういうねあの後ろのこのなんていうんですかこのねこう。 今のはこうバリアングルででカッとこうななるじゃないですかそれが、ね、ならない、えー、カメラなんでねあのこうやってミラーをつけてなんか本当はこれ GoPro 用らしいんですけどね <laughs> GoPro は持ってないんですけどでまあこういう感じでね、えー、今日は今日もねちょっと試しでいろいろデモ撮影をしてました。ねえー、これがまたなんか、えー うまく、ね、いけばあ使えるなと思ったりね今まあ外出てあんまりこうねこうロケーションができないような感じなんでね、えー、またそれが終わったらあこれをカメラを持ってですね、えー、ロケーションしたいなと思いますただまあカメラが重たいのでですねまあまあこれはゆっくり明日話しますやっぱスマホにつけて、えー、こうね、えー、やるのが一番 <laughs> カジュアルかなと思いますけどねまあそんな感じで、えー、あ森本君ありがとうございます えー、カメラの話ワクワクあ溝口さんありがとうございます、えー、今日はライブで見れていますいつもありがとうございますこちらこそねいつもご愛用いただき感謝ですよねなんかあのー、こういう感じでねフェイスブックライブをね、えー、楽しんでいただければなと思いますしこ、えー、こういう感じでね僕もこういう経験があってですねなんかこう あの何ですか Vlog とかそっちの方もすぐ興味を持ってですねうんあの何にもねあの周りにやってる人がいないんであれですけどもね年代かのほまかね僕より若い人はバンバンやってるんでしょうけどもまあいつでもおチャレンジャーということですね今日もおーレーザーの制作しているとこ,ところですねえ初めてえ動画で <laughs> あの。 ちょっとずつ、ねえー、撮ってましたけどねやっぱりカメラ重たいからパターンと倒れたりとかいろいろありましたけどねままあ、まあ,あいつかこれが披露できる日が来るようなあ気がしますねそんな感じで、えー、何でも最初はねぎこちないもんなんですけどもねこういう風うに、えー、回数を重ねるごとにですね、えー、なんかこう見えてくるものってあるじゃないですかなんかそういう風なことをですね、えー、いつも新鮮に感じながら あのー、毎日なんかワクワクしてます。はいねえー、ですね。f 値のやレンズの話、ワクワクします。あんまりマニアックなことは僕もわからへんよ。<laughs> ただ。まああのやりながらですね。気づくことってあるじゃないですか。もうだからあなんかこううまくいかなかったりとか疑問に思った時に初めて。僕もあの。 調べ出すというかあの本を出してきたりとか <laughs> そんな感じなんでねまあまああのー、ゆっくりですけどね、えー、今,今このね1月2021年の1月、えー、現在は今,今のベストはここって感じでそういう感じで、えー、なんかこうねあの共に成長し合えればと思います。ね、大きいんですでまたね 次回お会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ